このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はイケメンの長毛猫がおもちゃでハッスル、すぐに隠れる陽気な引きこもりということでですね、この子がねイケメンのポコくんって言いますよ。長毛さんで本当にねイケメンですよね。やっぱね長毛さんだけあってね触り心地が本当に気持ちがいいんですよね。ですごく穏やかな子でしょう。結構ねなたさせてくれる子なんですよね。触り心地最高です。でね、尻尾の方を見るとね、とってもね太いでしょう。ふわふわしててね、触ると縮むんですけれどもね、正面から見たら本当にイケメンなんですよ、ポコくん。じゃあ添い寝をしてみます。どうでしょうか。逃げたりしないんですよね。うん、これはいいね。目を閉じて気持ちよさそうでしょう。あ、顔を近づけすぎるとちょっと嫌がられましたね。あ、移動しちゃいましたか。ふんふんと匂っておりますけれどもね、何か感じるのかな。どっか行っちゃいそう。でね、カーテンの横がねトイレになってるんですけれどもね、ここにねよく引きこもるんですよね、ポコくんっていうのはね。引きこもっちゃったでしょ。ですぐに戻ってきてくれたんですけれどもね。今回のお店は大阪難波にある保護猫カフェ、猫のエニマさんです。おもちゃで遊んでみましょう。結構ちょいちょいしてくれてるよね。え、おお、お腹も見せてね遊んでくれてますよ。なかなかのハッスルしてるんじゃないでしょうかね。長毛さんって結構ね穏やかな子が多くてね、おもちゃでも遊ばない子も結構いてるんですけれどもね、周りを見るとね猫ちゃんに囲まれておりました。楽しくなってきたのかな。おお、いいじゃないですか。ちょいちょいちょい、この靴下のお手手がいいですよね。かわいいよ。すぐにね遊びはやめちゃうんですけれどもね、そういう時は出ていきましょう。するとねまたおもちゃで遊んだりとかするんですけれども ね遊んでくれました。結構ね体が大きいのでフレームアウトしちゃうんですけれどもね、まあ、それだけ楽しく遊んでくれたということでね、他の猫ちゃんも来ましたね。ひょっとしたらこの子は一緒に遊びたいのかな。やっぱ遊びましたね。この子はゆばちゃんって言いまして、まだまだね小さい子ですからね、遊ぶの大好きなんですよね。するとねポコくんはちょっと遊ばなくなりましたよね。動き止まったでしょう。さあ、あんなに入れてみましょうか。見せたり隠したり、あんまり反応しないかな。あ、でもちょいちょいしてくれた。おお、いいじゃないですか。さあブラちゃんはどうか。あ、どっか行っちゃったか。ポコくんの動きがちょっとゆっくりになりましたね。あ、でも遊んでくれるか。いいじゃないですかね。おお、いいじゃないですか。あ、どっか行っちゃう。どうでしょうか。もう遊ばないのかな。あ、この子はポンちゃんだな。ポンちゃんが遊んでくれてるね。あ、ポコくんも遊んでくれてるか。おお、また戻ってきてくれたよ。うん、じゃあ行っちゃうよ。また来たよ。いいですね、両手で遊んで。なんかまだ気にしておりますね、カバンを。よく見るとね、おもちゃを押さえてたんですよね。やっぱ遊びたかったのかな。あ、でもまたどこ行っちゃう。うん、いいね。大きな子がね、遊ぶのって結構大好きなんですよね。あ、またどっか行っちゃう。あ、まあ、戻ってきてくれた。お、またブラちゃんが来たよ。あ、でも一瞬で座っていったな。あら、コロンってなった。いいですね、この遊び方。かわいいね。おふまふまふ。あら、お腹嫌ですよね。猫パンチしちゃいましたね。なんか黒猫さんが走っていきましたね。どっか行っちゃいました。するとね、おもちゃで反応しなくなったんですよね。
ということでね、長毛さんということでブラッシングをしていきたいと思います。どうでしょうか、これは。あら、どっか行っちゃう。ちょっと追いかけてみようかな。するとね、隠れちゃいました。でまた出てきたのでね、ちょっとブラッシングをしようかなと思うんですけれども、あ、今度はちょっとさしてくれてますね。どうでしょうか、長毛さんなんで毛が抜けたりとかしないかな。あんまり好きじゃないのかな。少しだけ刺してくれてるんですけれどもね、移動してるな。あんまりブラッシング好きじゃない子かもしれないですね、この子は。あんま毛抜けてないですね、しかも。あら、またバックヤードの方に来てますけれども、どうでしょうか。あ、また入っちゃいましたね。他の猫ちゃんも見に来ておりますけれどもね。でまた戻ってきてくれたんですけれどもね、別のおもちゃでね、ちょっと遊んでみようかな。ただね、歩いていた先がね、バックヤードの隣なんですよね。まだすぐに隠れちゃうかな、この子は。どうでしょうか。このおもちゃも遊んでくれたね。かわいいね、これ。真剣なね、目がね、いいですよね。イケメンさん。もうやめてくれってことかな。おもちゃがいいか、やっぱり。おお、飛びついたよ。予想外だったのでね、ちょっとフレームアウトしちゃってますね。ん、どうかな。おお、走ってる。あんまり走ってはないか。なんかね、すごいゆっくりしてますよね。さすがね、長毛さん。他の子の方が走ね、俊敏ですよね。まあでもこれだけね、遊んでくれたのは良かったなと思います。皆様いかがだったでしょうか。ポコくん、なかなか陽気な引きこもりでしたよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ、猫のえにまさんでした。